本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。コンディションですが今日は雨が降っている中のナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アリアリはこの試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、まあ、4-4-2 のフラット型、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね、まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。カリアリ対スペツィア、エキシビションマッチです。サイドを紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがカリアリ、画面右側がスペツィア。スペースを狙う、さあ来たか、シュート、あった、これはうまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。いや、今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスにこれよく反応しましたよね。この場面でスーパーセーブです。このファーストハーフ最初のコーナーキックはスペツィア、激しいボールの奪い合い、プレッシャー、裏のスペースを狙う、ここはドリブルで上がる、ミドル、惜しい、激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。このボールはちょっと勢いが足りませんでした。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。パオロ・バルトロメイ、スペツィア、このファーストハーフ中盤まではスコアは0対0と今のところ互角に戦っています。キーパーからのロングフィード、ここで前を向けるか、裏へのスルーパス、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。アリアリが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。絶好の位置で受けるシュート、きた、先制、スペツィア、今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。
さあ1対0先制ゴールが決まりましたスペツィア。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、うん、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、パオロ・バルトロメイ、きた、いやファインセーブです。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。ボールの奪い合い激しいものがあります。これはファールを取られましたか、イエローカード。マルコ・ログ、いいプレッシャー、カリアリ、ここでファールをもらいます。パオロ・バルトロメイ、今のファールは注意だけのようでしたね。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。まあ距離はあったのでしょうがないですけどもね、むしろ積極的でいいですよね、楽いってますしね。ここはすぐ奪い返します、スペツィア、裏を狙う、抜けてくる、激しいボールの奪い合い、スルーパス来たか、さあカウンターシュート、いや一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。合ってますよね、動き出しが非常に早いですよね。激しいボールの奪い合いです。ここで前半が終了しました。45分間戦って1対0、スペツィア先制してそのままリードで折り返しました。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしてるっていう心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。カリアリ対スペツィア、スペツィアが1点を先制して後半を迎えます。シュート、シメオネ、あと少し、今のは惜しいシーンでした。奪ってから鋭い攻撃ですよね、ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。スペツィア、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ、シュート来た、追いついた、カリアリ追いつきました。いいですね、流れ来てますよね。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、ボールを受けてシュート、来た、勝ち越し、スペツィア後半いきなり決めます。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。
パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。さあスペツィア1点をリードしてリスタート、前線へ長いボール、自分で行くスペースを狙った、インゴラー決まった、追いついた、バリアリ決められてから北澤さん、またすぐでしたね。まあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。いやこれすぐ取り返しましたよね、メンタルの強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいんですけどね。シュート懐かしいスペツィア、いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、これは相手ディフェンスの一瞬の隙を突いた見事なゴールですよね。打つ前の動き出しが良かったので相手は置いていかれた形になりましたよね。こういうシチュエーションをどんどん作っていけるチームは自然的に連携が取れてますよね。見事なゴールと言えるんじゃないでしょうかね。今日2点目です。さあスペツィア、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。イザカーネ縦へ送る、このパスを防ぎます。さあカウンターを仕掛けます、裏へ出るか、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。カリアリ奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。カリアリは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。全体的にコミュニケーションが取れていないのでああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。激しいボールの奪い合い、これはファールでしょう、イエローカードです。スペツィア今のでイエローカード2枚目となりました。ちょっとファールになりましたけど、この辺で抑えとかないと危険ですよ。直接狙える位置ですがどうでしょう。ここで追いつけると大きいですよね。直接狙った、まだある、さあどうする、ルーズボールになる、これファール、カードをもらうかもしれません。イエローカードが出ました。スペツィア、これでイエローカード3枚目。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。いやー見どころですよね。ここは直接拾いたい、クロスを入れる。カリアリとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。長いボール縦に入れます。ナイタン・ナンデススルーパスを出す、
この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、裏へ飛び出されるのが怖いですからね。今日は点も取ってますし、シュートも多いですし、ひときわ目立ってますからね。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。裏のスペースを狙う、いいボールだ。おお、これいいですよ。ボールの奪い合い、激しいものがあります。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。ヘディング、スペツィ、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。これはファール。選手たちちょっと気が立っているようです。しかしもう残り時間ないわけですから、どうしたんでしょうね。これはビッグチャンス。ここは踏ん張りどころですね。直接ルーズボール、来た。もう一度、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。削ってしまいました。これはイエローを食らってしまいます。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。スペツィア、今のでイエローカード4枚目。直接狙った、うわー、スタッドって、バリアリ、いやー、素晴らしい。このゲーム終了間際での同点弾。直接ゴールに叩き込みました。いや、入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。